日本福音同盟は1968年に創設された日本の福音主義協会の交流協力機関アジア福音同盟世界福音同盟に加盟している1959年はプロテスタント選挙100周年記念行事がエキメニカル派と福音派で別々に開かれた福音派は日本選挙100年記念聖書進行運動を展開し翌年 日本プロテスタント聖書信仰同盟の発足を見た。この日本プロテスタント聖書信仰同盟は、日本福音連盟、日本福音宣教師団とともに、部屋の3創立会員の一つである。日本福音同盟が創設される以前には、日本政府に対する教会の声は、エキュメニカル派の日本キリスト教協議会を通してしか届かず、福音主義を標榜する諸教会、 教派を代表する機関がなかった。それで、福音主義を代表する機関の設立という意図、目的をもって、日本福音同盟は結成された。創立からしばらくは、日本プロテスタント聖書信仰同盟、日本福音連盟、日本福音宣教士団の三者が、三創立会員制として、それぞれ独自性を持ちながら、協力し合い、聖書信仰に立って、交わりを育て、 福音選挙に協力し合い、諸問題に取り組んできた。1980年代、1000万人求礼、聖書の無誤性の論争、カリスマ運動の問題が起こり、それまでの参創立会員によるあり方では、不十分であることが言われ始めた。1986年に、それまでの参創立会員制を廃止して、教団や教会を会員として、伝道団体を、 協力会員とする再編成を行った。同時に理事会が立ち上げられて初代理事長に伊豆田明が就任した。カリスマ条項でもって精霊派を排除していた部屋は1988年1月11日の理事会で初めてペンテコステ派の日本アッセンブリーズ・オブ・ゴッド教団の加盟を承認。1990年の時点で51の会員、約1600の教会。 約10万人、31の協力会員を要していた。選挙委員会、世界選挙委員会、進学委員会、女性委員会、青年委員会、援助協力委員会、社会委員会がある。帰国者のフォローアップを考える懇談会などを開催している。心境の自由セミナーなどを開催。エホバの承認の地の教義が非聖書的な教えであるとして、 その誤りを指摘し、正しい聖書的主張を明らかにし、そのことを日本の社会に命じ、啓蒙していくための取り組みが1997年春よりなされている。救済の進学に関してのセミナーなどを開催。出版物、今日における精霊の働きと日本の宣教から、力の伝道に関する見解マイナス。 救済の進学協会とキリスト社の社会的責任について聖書は輸血を禁じていない平和を実現するキリスト社ネットの運営主体の一つとなっている。2018年8月現在で公式サイトに記載されている加盟共派団体は以下の通り。ホーリネスメソジスト系バプテスト系、メノナイト系ルーテル系改革派、長老派系カベナント系アドベンチスト、 系アライアンス系ペンテコステ派、精霊派系合同協会系独立系、単立協会以下のような福音的団体の加盟を認めているが、第一義的に協会の協力機関なので、年次総会における議決に際しては、共派、協会を代表する大議員票と団体を代表する大議員の票とを分けて投票する形式を採用している。出版、メディア教育、 訓練連動団体副市長教派連絡協力団体研究機関日本の福音派命の言葉者クリスチャンの和解と一致地引き網出版世界協会協議会日本キリスト教協議会に属する日本キリスト教団成功会等がエキメニカル派と呼ばれる日本キリスト教団内部に社会派と教会派の対立があるが教会派イコール福音派ではない 日本キリスト教団をはじめとするエキュメニュカルの諸教会は社会派と教会派に分極化して行った。それに対し、福音派一致と協力の道を歩んでいった。日本における福音派の歴史命の言葉者、会員。日本福音同盟。2020年2月13日閲覧。ありがとうございます。